フォトスマップで俳優の木村拓哉が、6日に放送されたラジオ番組、木村拓哉の What's Up スマップ、増強 FM、毎週金曜23時から23時30分まで、で、今、まで演じた中で一番難しかった役柄が、1996年に放送されたフジテレビ系の月9ドラマ、ロングバケーションの主人公、瀬名秀俊であることを明かした。ロングバケーションで共演した山口智子番組ではリスナーから届いた。一番演じることが難しかった役ベスト3を問う内容のメールを紹介。木村は、まず3位に、プライド、04年、フジテレビ系、で演じたアイスホッケー選手、里中春をチョイス。代役を担当する予定だったアイスホッケー経験者の俳優が急遽来られなくなり、スケートリンクでの撮影を全部自分でこなしたというエピソードを披露した。2位には、テクニカルな手元のシーンが難しかった、という理由から下界。役に挑戦した、アライフ・チルダイ・トシキヒト・チルダ、17年、CBS 系、を選択。そして、1位には、ロングバケーション、で演じたピアニスト、瀬名を挙げた。難しかったです。ピアノということでやったんすけど、やっぱ無理やりますよ、とピアノ未経験者でありながらピアニストの役を演じた苦労を吐露した。ある時、撮影にあたってピアノの先生からレッスンを受けた際などは、スタートそこですか、っていうくらいクラシックの曲を弾くんですよ。いや、俺、猫踏んじゃった、のみなんですけど、っていう。と面食らったことを告白。最後に、音楽家は厳しいっす。演奏っていうところは嘘つけないっすよ、と改めてその難しさを語った。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。